ちは、奥中まことです。今日はですね、私最近暇な時とかぼーっとする時に実際やるんですけど、Google マップをちょっと見て、いろんな各国に行った気になろうかなっていうか、その各国の空港をちょっと見てみたりとか、Google マップでしていこうかなって思います。すごい Google マップが好きで、もともとよく暇さえあればいろんなこの世界地図っていうんですか、もう見て拡大して、あ、こうなってるんだ、ここの国ここにあるんだって見たりとかするんですけど、私最近相乗りを見てるんですけど、相乗りって結構いろんな国に行くじゃないですか。こうあんまり人が旅行に行かないようなところとかの国とかも行ってて、この国ってどこにあるんだろうって思って、ちょっと昨日ちょうど Google マップで調べてたところで、昨日は確か私キルギスあたりを見てたんですよ。今行きたい国があって、ロシアのウラジオストクに行きたくって、ウラジオストクって日本で一番近いヨーロッパって言われていて、成田から2時間半で着くんですよ。ヨーロッパに2時間半で着くってちょっとなんか変な感じしますよね。これは近いこれは近い。だってびっくりした、今北海道と同じ高さにあるんですね、ウラジオストクって。確かにこう北海道行く距離とちょっと違うけど、こうやったら距離的にはそんなになんか変わらなそうで、沖縄行くのとかもなんかこう、なんかごめんなさい適当なんですけど、こうやったら変わんないくないですかちょっと見てきます。こうやって実際なんか見れるじゃないですか、その場所というかリアル感。私結構仕事でも Google マップ使うこと多いから、初めて行く場所とかこうやってこれどの辺だろうって思ってこれ見ること多いんですけど、なぜその空港のその周辺をこの画像でね出してくれてるんですけど、なぜかパンダの壁紙を使ってて、なんでこの場所にしたんだろう。なんかもっと空港感がねあるところもありそうだけど、ウラジオストク国際空港、私あそこ行ってみたいんですよ。ネパールに行ってみたくって、大きな山なんだっけ、ヒマラヤ山脈でしたっけ、ネパールってなんかカトマンズとかすごいいいところがいっぱいあるっていうのを聞いて行きたいなって思うのと、ネパール空港めっちゃ出てきますね、ネパール空港で。え、ネパールってこんなに空港多いんですかってすごくない？え、嘘、めっちゃ空港出てきた。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,1011個ぐらい空港出てきたんですけど、なんかネパールの空港って調べると世界一危険な空港っていうのがちょっと出てきて、めちゃくちゃ気になったんでちょっと調べてみます。天神ヒラリー空港、何が危険なんだろう、めっちゃ気になる。あ、え、世界で最も危険な空港天神ヒラリー空港は標高2845メートルの高地にあり、エベレスト登山玄関口で多くの人に利用されているらしいんですけど、崖の上に立ってる空港みたいで、とにかくパイロットの経験とテクニックと勘が必要な空港、滑走路だそうです。滑走路の先がもう崖みたいなんですよ。なんで着陸のスピードとかコントロールするのがものすごい困難だそうです。で、滑走路は 500m しかなくって、すっごい短いじゃないですか。滑走路の 500m ってすごい短いですよね。だって普段使ってる空港はあんな長いのに、
500m しかないって結構止まるとき大変そうじゃないですか。着陸したときに、着陸のときは少々上り坂で、離陸のときは下り坂で、傾斜をうまく利用しています。怖いですって書いてある。で、その山の中にある空港だから天気も変わりやすいみたいで、霧とか風とか雨とかがすごい多いエリアらしくって、視界が悪くなるのでフライトの遅延や空港閉鎖が多い。そう、3日飛ばないこともざららしいです。で、すごい、明かりが一つもなくって、管制官もいないらしいです。どう降りるんでしょうね。だって指示がないってことだから、自分の勘で降りるってことでしょ。でも、ほとんど飛ぶ便も決まってるから、この時間はこの飛行機が来るって多分ルーティンができてんのかなとは思うけど、飛行機なんてわからないじゃないですか。その着く時間とかって風によっても全然違うし、かぶったらどうするんだろう。めちゃくちゃ怖い。少しでも着地が低ければ崖に引っかかるらしい。どういうこと？着陸するじゃないですか。で、崖があってちょっとガガガガって引っかかったらもうおしまいってことですよね。しかも 500m しかなくて下り坂だから、めっちゃ危ない。離陸後もヒマラヤ山脈に突っ込んでしまう可能性は十分ありますって書いてある。どういうこと？そういう空港なのに1日50便以上飛んでるらしいですよ。やばくないですか？で、管制官もいない。テクニックが必要。じゃあ、ムハンマド5世国際空港、ちょっと Google マップで調べてみます。はい。いや、なんで機内なんで機内なの？私よくタコ買うんですけど、スーパーで、スーパーのタコが大体モーリタニアさんなんですよ。モーリタニアってどこだろうって思ってたけど、あ、モロッコの近所だったんですね。知らなかった。はい、そんな感じでめちゃくちゃ私にとって楽しい企画でした。ちょっと普段趣味でもあるんで、たまに飽きられない程度にやっていければいいなって思います。じゃあまたどっかの空港を探しましょう。バイバーイ。